映えは命がけだ。映えにこだわって高所から転落したり、動物とのツーショットを撮影しようとしたら動物に噛まれて命を落としたり。私にはそのいいねが命ほど価値のあるものかはわからないけど。あー見てすごい、これ写真撮っていいんだよね。うん、撮影禁止って書いてないしいいんじゃない。すいません、これって撮影大丈夫ですか。ええ、お好きに撮っていただいて構いませんよ。とはいえ私も日常的に SNS を使っている。命ほどいいねの価値があるとは思えない私だけど、それでも映えによって人生が壊れてしまうくらい恐ろしい出来事に直面したの。 SNS にハマってなくても意外と映えの危険ってすぐ近くにあるのかも。ヒロヒロ探偵団。私美術品とかよくわかんないよ。そういう感じの展示じゃないよ。どっちかというと今っぽい感じで、そんなに名前の知られてない人の作品も多いし。ほら私彼氏と別れたばっかだし、一緒に行ってくれそうなのヒロミくらいしかいないんだもん。ちょっとそんな顔しないでよ、一緒に行こうね。ありがとうヒロミ。私たち親友でしょ、それくらい当たり前。私はヒロミ、日本人っぽい名前だけど生粋のアメリカ人。どうしてヒロミって名乗るようになったのかは覚えてないけど、まあ私の話に名前はあんまり関係ないから何だっていいよね。私はナンシーに誘われて美術館に行くことにした。普段は美術品とは無縁の生活だし、そんなに興味もない。いろんなアーティストを知っているわけでもないし、ただ彼氏と別れたばかりのナンシーを少しでも元気にしてあげたくて。でもすごい今っぽいって言ってたけど本当だね。でしょ、なんか美術館って言うともっとこう静かで厳かな感じをイメージしてたよ。まあ展示物によってはそうかもね。実際に来てみると何を見てもどこを見ても綺麗で魅力的で、一瞬で来てよかったと思わされた。あー見てすごい、これ写真撮っていいんだよね。うん、撮影禁止って書いてないしいいんじゃない。すいません、これって撮影大丈夫ですか。ええ、お好きに撮っていただいて構いませんよ。わー、こういうのを映えっていうのかな。日常の一部になるほどでもない程度で SNS を使っている私、別にハマったりしているわけでもないけど、こういう素晴らしいものを見ると SNS にハマる人の気持ちが少しわかるような気がする。見て見てこれ可愛い、この人の作品好きだな。誰が作ったんだろう。まったく、誘った私よりはしゃいじゃって。だって楽しいんだもん。まあヒロミのそういうところも好きなんだけどね。すみません、もう少しお静かに。すいません。私はいろいろな作品をナンシーと見つつスマホで写真を撮ったりして楽しんでいた。もともとこういうのが好きなナンシーは一眼レフカメラで撮影していて、あまりにもその横顔が綺麗で撮影に夢中になっているナンシーの横顔を撮ったりした。そして20分後悲劇が起きる。うわー、すごく凝った展示。エリアも中央に差し掛かった頃、おしゃれな雰囲気の場所にたどり着いた。140センチくらいの台座がたくさん並んでいて、そこに一つずつ作品が置いてある。見て見て、これ王冠だよ。すごいな、こういうのどうやって作るんだろう。こういうの作るのって時間も労力もお金もかかりそうだよね。ナンシーは一番近くにあった王冠が気に入ったようで、撮影してもいいか念のため確認してから一眼レフで写真を撮っていた。私もその王冠が気になって見ていたら、ふとあることを思いついた。これってしゃがんで自撮りすれば頭の上に王冠が乗っているように見えるんじゃない。私にしては完璧すぎるアイデアだと思った。きっとこうやって撮影するためにこういう展示方法にしているんじゃないかとすら思った。だから私はナンシーが撮影し終わったのを見計らってスマホのカメラを立ち上げて自撮りを始める。こんな感じかな。作品壊さないように気をつけてよ。しゃがんで自分の頭に王冠が乗っているように撮影する。普段 SNS のいいねにはそんなにこだわらないけど、乗せたらどれくらいいいねがつくのかななんて考えながら、その時だった。中途半端にしゃがんでいたからかバランスを崩してしまった。そして後ろに倒れ込み、台座がドミノ倒しみたいに倒れた。嘘でしょ。慌てて立ち上がると、そこにはやっぱりドミノ倒しのように倒れた台座と落ちたアート作品の数々が目に入った。おい、マジかよ。嘘だろ、信じらんねえ。その場にいた人たちは私の方を見ながら唖然、いや絶句していた。どうしよう、ナンシー。ナンシーの方を見てみるとやっぱり絶句していた。もしかして壊したやつ全部弁償。一瞬で鳥肌が立つ。もしかしたら私の人生は終わったかもしれない。賠償金の支払いに追われて一生を過ごすのかもしれない。そう思うと無理だった。待って嘘でしょ、嘘。人間窮地に追いやられると本当に笑うんだということをこの時初めて知った。おしまいだ、終わった、私の人生終わった。毎日キュウリだけを食べて生きていくしかないんだわ。それからは事務所に連れて行かれ、警察に聴取され、散々だった。もう頭の中はずっと賠償金の支払いばかりがぐるぐる回って、何も手につかないし食べられない。だけどそれは本当ですか。
被害額は20万ドルらしいですけど、展示方法などギャラリーにも問題があるとのことで。私が倒してしまったことで修理不可能な作品もあるらしいし、被害総額は20万ドルと聞いただけで相当しそうな数字ではあったものの、私はその支払いから免れた。というのも、それだけ高価なものを簡単に倒れてしまう軽い台座に置いておいたギャラリー側にも責任があるという判断に至ったからだ。訴訟を起こされることもなく事なきを得た私。もうヒロミ、ヒヤヒヤさせないでよね。私が一番ヒヤッとしたよ。私が倒れなくてもいずれは起きていたかもしれない事故だということで、この件は収まった。そしてあの作品の数々を作ったアーティストさんは、今回の件で名前が知れてより有名になったんだとか。いいんだか悪いんだかって感じだけど、悪いに決まってるよね。展示方法に問題があったにしても、私は映えのためにやらかした人間に過ぎないんだし。もうちょっと美術品に対するリスペクトが必要だね、ヒロミには。はい、すいません。あなたも SNS にハマっていなくてもこういうことはあるかもしれないから、撮影する前に本当に撮影していいのか、撮影して迷惑がかからないかしっかり考えてから撮影してね。本当、生きた心地がしなかったからさ。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ヒロヒロ探偵団。はっはっは。